こんにちは、秋葉仁です。山口県にある秋吉台オートキャンプ場でソロキャンプ、なんとかコットも設営し寝床の準備も完成です。ここからはいよいよ夕食の時間までまったりモードなのですが、とにかく寒い。この日リア凸に来てくれた視聴者さんをお見送りした後、体を温めようと前日に買ってきたコーンスープでも作ろうと生放送再開です。若干音声にノイズが乗り、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、生温かい目で見ていただけるとありがたいです。はい、どうも、戻ってまいりました。いや寒いね、寒いね。すごい吐く息が、白くなってまいりましたけども、今ですね、先ほどリタさんをお見送りしてですね、ちょっとチッチしながらですね、戻ってまいりました。でまあ寒いので、ちょっとねコーンスープでも、コーンスープほら貸したでしょ、だからコーンスープでも飲もうかということでですね、今ね沸かしてるんですけど、まだねまだまだ多分時間かかると思うんで、ここはバーナーでね、コーヒーポットでとっとと沸かしてみたいと思います。よいしょ。でコーンスープなんか飲もうぜ。コーンスープ寒いから、これ今でこの感じだから夜めちゃめちゃ寒くなるよ、おそらく。これから暗くなるしね、寂しくなるね。とりあえずちょっと体を温めてから作業に移ろうと。まあ時間あるしね。でこれ150で一袋なんで、これ300なので、2つ。雪は止んでる止んでる。まあこのやっぱり石油ストーブがね、これいいね、やっぱ横にあったかいからね、これ最高だよ。雪中というか、まあ、雪降ってるわけじゃないし、そんなに積もってるわけじゃないんで、完全なる雪中キャンプではないんですけども、かなり寒いところでのキャンプということで、これはいい感じだよね。おいぴー、このドロッとした感じがおいぴー。ではいただきます。乾杯。お疲れ様でございます。あったけー。で今日このキャンプ場、いた人が帰っちゃったんで、私ぼっちでございます。おめでとう、ぼっちです。気温はどれぐらいですか？あ、気温どれぐらいですか、わかんない。気温、そう、今回はね、テレレレテレー、あんだけー。これ電池入ってるの、これそもそも論だけど、あったあった、電池入ってたよ、電池入ってた。それでこいつを線を外に出すやつですね。そう、外に出すやつ、線を。ブラインさん、インハンドで表示出ますが、しばらく置かないと。うん、しばらく置かないとダメだね。ちょっと置いて、その間に私はコーンスープをもう一個飲もうかな。これマジうまい、あったかい。いや、よかった、16袋買ってきて。こういうちょっと甘みのあって、こういうのがめちゃくちゃうまいね。おいしい。この特に寒い時はうまいね、うまい。コーヒー、コーヒーでもいいのかもしれないけど、ちょっとこの甘みのあるやつがやっぱりたまらんよね。甘みがあるっていうだけで。2杯目いただきます。コーンスープを飲みながらいろいろな雑談をしていますが、生放送を見ている方々の年齢層は高めで、おそらく秋葉人と同世代、40代50代が多いのではないかと感じています。そのため話の話題は
老後の話や病気の話だと様々。今回は夫婦についての話題を少しだけ見ていきましょう。秋葉人のところも結婚25年、子供たちも成長してしまったので、これからの夫婦の在り方については考えるところや心がけるところなどやっぱ多いですな。まさかみさん、奥さんいないと人肌恋しくならないんですか？え？あの、奥さんいるからって人肌がぬくもりがあるってわけじゃないよ。それは、人肌が潤ってるのは、それは付き合ってる間とか、ね、新婚で子供ができるまでの話だからね。言っときますけど。ねえ、ね、皆さん。わかるでしょ？子供ができた瞬間から、旦那さんは、触れてはいけないの。触れてはいけないの。みんなわかるでしょう。ねえ、結婚生活が長くなれば。まさかみさんって、触れてはいけないんですか？いけないんだよ。結婚して、ほらね。付き合ってる時とか、それから新婚の時はあなただけよって言ってね、毎晩毎晩ね、もう同じ布団でね、真っ裸で寝るかもわかんないけど、子供ができたら、やっぱ子供一番ですから。ね、子育てでたおあん疲れているのに、旦那さんが、人ほど恋しいよ、なんつったら、はぁ、もう鬼のようなゲスで、はぁーって。でしょう。小楽さん、うちは隙間風。隙間風。まさに今その感じ。いやね、これはね、仕方ないよ。だから女性はやっぱり子育てをしなきゃいけないっていう責任感生まれるし、母性本能生まれてくるし、だから、もう、旦那さんは、愛すべき人ではなくて、ね、歩く ATM だから、お金を運んでいく係だから。で、子供が多くなればやっぱり手がかかるし、予定人数いいんじゃん。例えば子供は二人が欲しい、三人が欲しいっていう予定人数に達したらもうダメなんです。触れたらいかん。空気みたいにはなるけど、その、愛だの恋だのっていうのはまた違うよね。愛だの恋だの、ラブラブモードみたいのとはまた違うんじゃない？女性の方がしっかり、基本的にはしっかりしてるから、男性、僕みたいなね、特にだらしない男性は捨てられないように気をつけるだけだよ。思うのは、例えばね、僕のとこにも結構いろんな人がリアト作るじゃない。夫婦で来られる方？だからコタコちゃんだったらコタコちゃん旦那さんと一緒に来るでしょ。やっぱりそれが仲良く見えるよね。いっつも一緒だから、あの二人。で、あと、サラさんと、サラさん、シローさんとかも、やっぱりいつも一緒じゃない。だから何かの時に同じように行動できるっていうのは仲良く見えるよね。だからなるべく僕も、東京にいる時は一緒にご飯食べるようにしてるし、休みの時は一緒に出かけるようにしてるよ。じゃなかったら本当にすれ違いになっちゃうもん。ほんで、まあ、僕がこうやって旅出る時は、やっぱりこう、お店なり、お店なり家なりをさ、守ってくれてるわけだからさ。まあそんなもんだよね。でもそういう体の関係があるないでそこにはこだわらないよね。体の関係じゃなくて、いや、まあ、例えば時間があるときに同じ時間を共有できるかできないかじゃないの。夫婦になるとさ、なかなか相手のことを認めてあげられなくなってくるんだよね。変な意地が男には出てきて、いや、仲はいい方だと思うよ。まあ、喧嘩はしないしね。あと、買い物とかも一緒に行くよ。あと、映画何か見たいって言えば一緒に行くよ。一緒に行くつかついていくよ。で、あれ食いたいって言えば、やっぱり連れて行こうと思うし。それは、そんなにだから別々ってことはないかな。旅の最中ぐらいじゃない？あとは四六時、まあ、会社にいるときは四六時中一緒だからさ。他人同士が一緒に暮らし始め、子供ができ、子供中心の生活になっていくと、いつしかお父さん、お母さんという意識になり、夫婦だけで行動というのが少なくなってしまいます。子育てがある程度終了に近づくにつれ、
子供の話題以外の夫婦の会話って見つからなくなってしまうんですよね。だからこそ共通の時間を増やし、話題を増やし、会話を増やしながらお互いに気を使っていかなくてはならないんではないんでしょうか。残された人生を楽しく過ごすためにも。とはいえこれが結構難しかったりするんですよね。さてそろそろ外気温は出たかな。ちょっといいっすか。花江ボンプさん、こんばんは。これ正確なのかわかりませんが、ただいまの温度がマイナス 1.4 度、室内が 6.8 度と。またこの線もうちょっとこれちゃんとピンと伸ばしとかないと。入ってきちゃったピンと伸ばしてもらった。マイナス 1.4 度だそうです。今だよ。なんかね、昨日はマイナス6だったけど今日はもうちょっと冷えるかも。ちょっともう6時になるでしょ。そろそろ炭を起こして、炭台をねちょっと用意して、携帯が、あ、もうカイロだ、カイロ。携帯が冬場の必須アイテム、カイロミニ。そう、寒さで落ちるから、カイロをこうね携帯とかのところにペタッと貼っとくの、こうやって。そうすると温まるでしょ。そうすると落ちにくくなるから。こういうモバイル系のバッテリーも冷えると能力が落ちるからね、落ちないようにペタッと貼っとくの。ちょっと表出て炭起こしすっか。炭起こし岩手さん、夏は冷えピタやレクサがシート貼る。そうだ、だから夏は冷えピタシート最強だよ、最強。じゃあ行きますか。暗くなり始めたところで。表寒いね。おっしゃ。そしたら、早く火つけないと凍っちゃうよ、凍っちゃう。ヘアのカズイヌの顔さん、デコトラさん、今回はどっちの種類ですか。これは標準タイプ多分かな、トロトロかな。いや標準タイプ持ってきたはずだけど、でコンテナに詰め替えたらさ、どっちがどっちだか分かんなくなっちゃったんだよね。すげえ寒い。でコトラさん、箱にこれって書いてたのに W。 そう、これって書いてあったんだけど、入れたらさ、で足元寒いからちょっとヒーターつけていい。昨日とひままさん、こっちもしんさん、ちょっとこっち置いといて。足元がめちゃめちゃ寒い。バーナー置いとかないと寒い。あーっとけ。ほら燃えてきた。としかず岩瀬さん、岩谷のガスストーブ。そう、このバーナー式のやつが、これめっちゃ便利。これ足元はあったかくなる。3兄弟母ちゃん760。このこれだからあれかな、とろりかな。あー落ちちゃった。岩瀬さん、風呂は明日入ることになるんですか。うん、明日入る。今日入って湯冷めしたりとかしたら嫌だからさ、風邪ひくたくもないしさ、まだ旅は始まったばっかりだから、明日撤収終わって風呂ゆっくりそこで入って、でちょっと炭を置くの、炭。ここで泊まるんですか。そう、ここで泊まる。峠越して行けるところでいいんですよね。え、いやダメ、峠ダメ。峠は避けて、さっきね、そのなんとか温泉、湯田温泉だっけ、言われたんだけど、リタさんに、あっち凍ってますよって言われて、やめた方がいいっすよ、山口行くのに、それ、山口市に行くのに、そっちに行かない方がいいっすよって言われた。田中さんのほら、もらったやつ。駅員さんになった気分。角を使った感じどうですか。あ、いいよ。いい、なんか高級感がある。使う、今までなんかトングみたいに使ってたじゃん。いい、これ
あのハサミみたいにこうカツンと力入るから掴めるよね。これ使うな、やっぱりカイロ。あのビデオカメラに貼っとかないと。炭の準備完了ですね。うん、炭の準備は完了した。ただいまの時刻がですね、もう7時になりますね。今18時52分ということで、これからご飯にしたいと思うんですけども、今日は、ちょうどね、来る時に、静岡県ぐらいを通過中にですね、このリア凸をしてもらった方にこれもらったんですよ。サムゲタン食べてみたいと思います。では仕込みスタート。